はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレム風化雪月続きをやっていきたいと思います。前回ねちょっと外伝だけ、やってまあ一つの話にまとめられるかなって思ったんですけれども、思いのほか外伝2つやると長くなってしまったので、外伝を1つで、まとめて今回は課題出撃をやっていきたいと思います。赤狼の説ですね。ルミール狂乱戦、ルミール村を緩やかに襲っていた異変は突如として牙を剥いた。燃え上がる炎、再びじゃなくて飛び交う、怒号と悲鳴、そんな混乱に包まれる村を怪しい影が見つめていた。いきましょう。ルミール狂乱戦。おい、急いで出る準備をしろ。一体何があった？ルミール村の様子が一変したらしいんだが、情報が錯綜しててよくわからねえ。村の連中が殺し合ってるとか、家が燃えてるとか、とにかく急げ。殺せ、殺せ。こりゃ何がどうなってやがる。ん、何があった、どうした、あ、大丈夫か、大丈夫。ああ心配するな、大丈夫だ。俺のことはいい、それよりも今は一刻も早く村人を救わなければ。ですがこのような混乱の中どのように。暴れる村人を切っていくしかないだろう。急所を外せば死にはすまい。あらあら、もっと荒っぽくないやり方はないのかしら。時間がかかっても一人ずつ確かめながら救出していくしかないようですね。正気を失っている人たちも被害者かもしれません。助けられないでしょうか。とにかく無事な人の救出が最優先だよね。急がなきゃ。おい落ち着けよアネット、あんまり慌ててこっちが炎に巻かれちゃ元も子もない。あれは殿下、村内に不審な人影が村人の様子を伺っているようです。村の異変の元凶はその者たちか。ならば話は早いな。殺せ、一匹たりとも逃すな。獅子をもぎ首をへし折ってやれ。え、なんか超高圧的じゃねえ、大丈夫こいつ。では行きましょう。敵の全滅、味方の全滅、またはジェラルトの敗走。どうやら不穏な連中がいるようだが、まずは村人の救援が最優先だ。いいな、俺がここで正気を失った奴らを引きつける。その隙にお前らは村の連中を救ってやれ。ん？8人いる人たち？あ、宝箱がある。村人を攻撃する、暴れる村人を撃破し村人を救出しましょう。てか配置全然何もやってねえや。ちょっとこういう向きにしよう。こっちに宝箱があるから、ここはフェリックスで行こう。フェリックス真ん中にいるな。じゃあこっち、ここはペガサスナイトがちょっと役立ちそうだね。そうだな、先に奥へ行こう。攻撃、まあ、弓でいいでしょ、倒せんね。殺す、殺す。まあ、言っても所詮村人だからね。まあまあまあ、でこいつら暴れる村人か。だからどうさ、行けますよ。これってさ、なんか飛んでない限り壁越えらんねえじゃん。ペガサスナイト一人しかいねえかんな。攻撃力ゼロだし。
あ、そうか、こいつまだ動けんだった。はい、アッシュで狙えるかな。倒せはしないか。ちょっとやっぱり火力不足なんだよね、弓は。だからレベルの上がりもちょっとよろしくない。どうする？ちょっと上の方に行くか。自分は真ん中に突っ込んでいこう。あと天帝の剣とか修理で普通に直せたわ。なんかダークメタルみたいなのちょっと使うけど。32が2回とかめちゃ強いな。そう、カプリーヌちゃんをちょっと副官にしてます。え、これいけるか。マジ強い。いけるわ。フレンちゃん左に行きますか。ディミトリーどうする？切り込むか。こっちから切り込んでくる。うわ、狙われた。多分全員が目指すとなんかアイテムくれるとかそんな感じなんだろうな。氷弾兵。あ、そうかそうか、これあれか、ジェラルトの部隊か。反撃できん。なんで鉄の。何した。あれ、ジェラルトなんか特殊なあれを持ってんのか。いいね、一発。何もわかんねえ。こいつも攻撃するの？あ、するね、ジェラルト。氷弾兵も一応攻撃はする。まあ、ジェラルトの部下でしょ。お、逃げてきた。一番奥の人が助けられるかどうかだよね。なんか怪しいやつがいるって言ってたな。指示を出しているのはショコバンのトマシュドなのか。ショコバンのトマシュって誰だっけ。一応ちょっと怪しいなみたいなのに名前が上がったよね。これちょっとペガサスナイト2人くらい欲しかったな。ここ多分なんかダメージ食らうよね。しょうがない、 15% なんだこれ。こっからさ、あ、狙えるわ。あれ、なんでこれこんな狙えるの。まあいっか、負けられないんだ。射程長くね。アーチャーだから。け、全然上がんね。しかも魅力だし上がったの。 ありがとうございます。あ、倒せばあれなの、救出したってことなんだ。なんか接触して救出みたいなことをやんなきゃいけないのかなって思ってたら、そういう感じでもなさそうですね。これこっち行ける？ここはさすがに行けねえか。やりに行こう。火力はちょっと低くてもね、2回攻撃できるんだったら全然問題はない。まあファイヤーでいいでしょう。フレンちゃんがちょっとな、全然活躍できないんだよね。これこっち側からいけねえ。やっぱいけねえか。まあしょうがない。ちょっとディミトリーこっちに使わそう。サンダーソードがね、思いのほか弱いんだよね。いや、攻撃しとこう。力は出ないか。メルセデスちゃん、こっからは無理だな。突っ込むか。あれ、これなんかどうやっていくんだ。どこがさ、行ける場所でどっちが行けない場所なのかっていうのがちょっと分かんねえな。まあいいや、上に行こう。とりあえず行けるだけ。
この村人もやられる。村人狙いか。あーやばいやばいやばい、上にいる村人がちょっと怪しいね。ここら辺の村人があと3回食らったら死ぬわ。あ、これあれか、壁壊してんだね。こいつは一応行くんだ、槍兵。あ、そっか、ちょっとずつ逃げてくるからあいつ阻まれてる。まあしょうがない、これはしょうがない。鉄槍無理か、鋼は、鋼も無理か。2回攻撃できないとちょっときつい。このさ、後で動けるやつがいつも忘れちゃうんだよね。これここは狙える、戦技狙撃、まあ、鉄意味でちょっとすげえ射程だな。ただ62だからね、命中が。あとくれ、よし、もうちょっと命中率が高ければだいぶ役立つんだけどね。ウィークショット、 ありがとうございます。でフレンちゃんちょっと回復、ライブしかないからな。まあ一応経験値稼ぎで回復しとくか。1でイングリッドちゃんをちょっと上に派遣する。間に合うかな。でガード役のこいつでしょ。でフェリックスで、まあ1、いやフェリックス24レベル、ディミトリーも若干レベルは低いわけじゃない。槍ばっか使ってるから、まあなんていうの、何でも装備できるから結局槍で良くないっていう。ありがとうございます。でフェリックスこっち行こう、この村人を守る。でミカミックスはまあ上の方に前進だよね。刺激の火力も高いしさ、てか鋼の剣プラスを装備してるから結構強いんだよね普通に。ライブリブロー、あこいつも回復できるんだ。あ村人回復できるじゃん、一応回復しとこう。悪いな偉そうだなお前もっと感謝しなさい。ガネットちゃんはまあ、後ろからついていこう。トマシュ殿、ここで何をしているのです。わしはトマシュなどではない、我が名はソロン、人の世の救済者だ。どうだ、驚いて声も出ぬか。仮の姿にまんまと騙されよって。わしがガルグマクに潜んでおったのはフレンという小娘の血を手に入れるため。この血があれば我らはまた一歩大望の実現へと近づく。敵将の撃破、あ死神騎士がいる。俺も楽しませてもらうぞ。あれは死神騎士、あいつもトマシュ、いやソロンの仲間なのか。結構な人数が紛れ込んでるね。っていうかかわしたし華麗に上の方にも宝箱あったな。謎の兵、てかこいつ弓のままだからさ甘い。上にも宝箱があるな、あれ回収したいけど開けられる人がいねえんだよな。先にイングリッドちゃん、まあ、こいつを倒しながらで大丈夫かな。まあ一撃で葬れるからね。厳密には2発だけど。 ありがとうございます。
さらに動ける一歩だけ。一応進んでいくか。フレンちゃんあれがないからね、遠距離の回復が。弓持ってるし、鉄斧の前2回攻撃できるか。重装対重装で、後ろから援護でファイヤー。それ、魔法の方が全然強かったわ。仕方ないよね。でミカミックスは壊せってことか。ペガサスナイトとかだったら多分すぐ潜り込めるんだろうね。死神騎士がいるからな。ちょっとミカミックスとディミトリーの部隊でなんとかしよう。でメルセデスちゃんは援護役、まあ、フェリックスもいるからね。ありがとうございます。あれこっちが上ってまだいたっけ。こっちの上はいないか。サリエルの大釜レベル24。あれ死神騎士ってさ、別にもうずっと強さ変わってない。うちらも結構強いよね今。やり合えるんじゃないか。この村人かわすいいね。あ、森にいるからか。あ、危ないだから。危ねえ。でも威力9か。いやー魔法食らうよなー。やっぱりちょっとこいつはマジで排除しときたい。重い。全然進めないな。一応兵士くん、せめて死神騎士のさあれになってほしい。いてー的になってほしい。95。まあ大丈夫っしょ。受けてみなさい。じゃ一発。村人は一応全救出した。 ありがとうございます。よし、助けられるだけ助けたな。あとはソロンだ。あいつを引っ捕らえるぞ。再移動。ソロンの近くに行ける。ちょっと待って、ここは一回待っとこう。シルバーもレベル低いな。クレンとかめちゃくちゃレベル低いからね。16とか。こっちの部隊なんか全体的にレベルが低い。局者で行こう。鉄弓、いくつ。威力14か。まあいいや、狙っとくか。こいの太いえみたいな。こいつなんでここにいんの。まあいっか。で鉄斧でこの重装を殺すでしょ。運がなかったら。アネットちゃん前線には出したくないんだよな。あー、こっちを倒そう。遠距離でファイヤー。で対死神騎士用の部隊を向かわせよう。メッセージちゃんちょっと下から行くか。でちょっと待って、ディミトリの前にフェリックスをここの森に待機させて、ここで戦闘させよう。ちょっと待って、あれなんだなんだった。マスがうまく合わない。どっちか、イングリッドじゃないか。危ね、弓特攻だからね。危なかったな。ドゥドゥも減ってきたな。ここの回復部隊がいない。ガチ強だからこいつ。三日月釜、この底辺、炎底辺、兵士マスターも早いな。
次のこの戦いで兵士マスターするんじゃん。いいね、盗賊の技能マスター。盗む。これだけ習熟すれば十分か。よし、上級職に行けるかな。ジェラルト、こんなの慣れっこだね。パンツ、君たち兵士は何をしてるんだ。食らってるし。さて、この弓兵はガチでちょっと排除しておきたい。いけるね。諦めろ。で、ドゥドゥ回復させたいんだけどな、フレンがな、どうしてもライブしかないっていうのがね。はい、ありがとう。経験近すぎ。であいつ倒しちゃうと多分このシナリオ終わっちゃうから、ちょっと待っとこう、まあ、アッシュとかが来るまでね。さてフェリックスどうすっかな。ヒットポイント20か。この宝箱を取りたいんだよね、言っちゃえば。攻撃いくか。よし、でじゃあディミトリここだな。で自分がここで、でメルセデスちゃんは回復できる。ここあれ、あと動いてないの誰。ああ、イングリッドちゃんか。まあいいや、ちょっとこんなもんで。頭脳戦と行こう。よし、かわした。ちょっと食らうね。よし、ミカミックスもそろそろ兵士をマスターしそうだな。賠償で劣悪な獣ごときがわしを殺せると思うな。ちょっとジェラルト手加減しろよ。いや待って、全然手加減してねえ。しかもジェラルトって死ぬとさ終わりだよね、ゲームオーバーになるよね。マジか。ちょっとどうする。まずディミトリーで死神騎士、これ殺せないかもしんねえな。こいつ倒せねえの。こいつマジなんとかしないと。この宝箱だけでもちょっと死神騎士は1234でしょ。こいつなんとかして、本当になんとかして倒したい。フェリックスを動かす必要があるから、ミカミックスの天帝の剣を使うか。そのためにはこっちには死んでもらう。気は抜けない。ロードマスター、魔法防御プラスに手加減、なんかレベル上げに役立ちそうだね。でこっから天帝倒せる。よし、頼むぞ。その身で学べ。いい勝負ができた。見習わねばな。で宝箱、明日の宝箱取ってねえや。そういえばフォースキラーしくじった。ここでも取ってる時間なかったね。メルセデスちゃんもな、攻撃できねえしな。リブローでどこまで回復できる。すげえ回復できるんだけど。ジェラルト回復しとこ一応。ありがてえ。オッケーオッケー。でどうするよ。ソロンとか弱えなマジで。イングリッドちゃん23、ドゥドゥも19か。片付けるか。もうしょうがない、ゼロ。どういうこと。食らったら死ぬ。倒せるよね。でもおい、魔法防御1だからね、こいつ。これで殿下のお役に立てる。貴様なぜこの村を狙った。何を企んでやる。実験台など誰でもよかった。
成果は十分。帰らせてもらうぞ。ここは飛行。さよなら。おい、待て。ち、消えちまったか。俺は村内を見回ってくる。生きている者がまだいるかもしれない。すべて村人を救出しました。巨大な金塊。上級試験パス、よし。MVP。どうにか片付いたな。犠牲も最低限にとどめた。奴ら実験台は誰でもよかったと抜かしていやがったな。あいつらのせいでルミール村の連中は。ここにいたか。遠征。その姿、お前が遠征か。いかにも我が配下の死神騎士が世話になったの。世話になったとは随分な挨拶だな。お前がこの村をめちゃくちゃに。勘違いするな。何？ソロンは確かに我が協力者だが、同じ目的で動いているわけではない。このような行い事前に知っておれば我が必ず止めた。それは断言しよう。口では何とでも言える。とりあえず修道院まで来てもらおうが。できぬ相談だ。まあ我と貴様らとで手を組むというのであれば受けよう。何だと？放っておけばキャツらはまた強行を繰り返す。それを止めたくはないのか。特に天帝の剣を持つ貴様の力があればソロンなど敵ではない。手を組もう。手を組ままあ今のところ怪しいからね。残念だ。貴様ならそう答えるだろうとは思っていたが、その選択後悔するでないぞ。ジェラルト殿、先生、殿下を見なかったか。どうした？しまった。逃がしたか。なあ、大修道院に来てお前は変わったな。変わった。ルミール村に来てからお前怒りっぱなしじゃねえか。ガキどもを指導してるときは随分と嬉しそうな顔をするしよ。お前がそれほど感情を表に出せなんて大修道院に来るまで一度もなかったんだぞ。まあ生徒たちのおかげですわ。お前のそんな顔が見られるなら大修道院に来たことも良かったのかもしれん。あるいは初めから大修道院を出る必要さえなかったのかもしれねえな。これはどっち？下。しまったな。いや、そろそろ潮時か。今度暇な時に俺の部屋に来い。話がある。これはいかなることじゃ。お主が大修道院にいた記憶なぞわしにはない。お主のせいには一体何が隠されておるというのじゃ。いや、てかソティスはさ、そもそもいつからこいつと一緒にいるの？村では見苦しいところを見せたな。皆も先生も参っていただろうに。あの光景を見たら頭が真っ白になって。様子が変だった。そうか。いつも極力感情を表に出さぬように心がけてはいるんだが、時々自分でも抑えが効かなくなることがある。
鍛えに俺の未熟ゆえだ。先生、いつか人にはどうしても受け入れられぬものがあると話したな。あのルミール村の光景、俺にとってはあれがそうだ。罪なき者を殺める人面獣神の下道ども、ソロンも炎帝も駆除すべき獣だ。炎帝は関与していないと言っていた。下がった。やつの言葉が信じられるのか。お人よしも大概にしておけ。大修道院への出頭を拒んだ時点でやつも同罪のようなものだろう。先生、俺はな、4年前にダスカーで同じ地獄を目にした。死にたくない、痛い、熱い、やだ、助けてくれ、誰か、母さん。撃て、仇を撃て、俺たちを殺した者を殺せ、絶やせ、滅ぼせ。父も母も4年前あの地獄の底で命を落とした。忘れるものか。死んでいった者たちの末後の顔も声も全て。今はルミール村で生き残った者たちが早く元の生活に戻れるよう力を尽くそう。ありがとう。それじゃあ先生、また明日。いい機会だ。先生だけには言っておく。俺がこの士官学校に入ったのはな、復讐を果たすためだ。ルミール村を狙った恐ろしい計画によくぞ幕を引いてくれました。この度の惨禍には天上の女神様も強く心を痛めていることでしょう。それにショコバンのトマシュがソロンという闇の魔導士だったとは。私たちの目が節穴であったことも猛省しなければなりませんね。まったくじゃ、入り込んだネズミに気づけぬとは情けないにも程があるぞ。のう、それにしても奴らは何者なのじゃ。トマシはいかにして潜り込んだのじゃ。彼らは何者。トマシは同盟貴族、コーデリア家の推薦で40年ほど前から修道院にいる。だいぶ前からいるね。8年ほど前にコーデリア家に戻り、去年からまた復帰していたのだ。何十年とガルグマクにいて、なぜ今さら。一体何を企んでいるのか。それからイエリッツは帝国貴族の推薦で士官学校の教師となっている。仮に彼が死神騎士であれば、敵は二国にまたがる組織ということになる。セイロス正教会の長い歴史の中で、いえそれよりもはるか古の時より、フォドラの安寧を脅かさんとする者たちが現れること、後を絶ちませんでした。闇にうごめく彼らの正体は未だ不明です。ですがソロンや死神騎士はその一端に違いないと私は考えています。安寧を脅かさんとする者たちか。なれば征伐してやらねばのう、お主。これからどうする。敵の狙いがわからない以上、下手に動くことはできん。もちろん騎士団は調査に当たるが、君たちは訓練に励んでくれ。では今日のところはこれで。お待ちなさい。まだ理解できないこともあまたあるでしょう。ですがあなたは力あるものです。その存在はやがて皆の希望となり、必要とされていくことでしょう。何より私自身があなたに期待しています。顔を上げて歩んでいってください。あなたに女神ソティスのご加護があらんことを。
女神ソティスじゃと。どうかしましたか。女神の名前を初めて聞いた。下がった最近下がってんな。ソティスは女神のマナです。みだりに口に出さないようになさい。ではまた後ほど。お主、うかつなことを口にするでないぞ。こやつは、わしは何者なのじゃ。今は特退出せよ。よいな。はい、というところで、チャプター終了しましたので、今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。